確かに今まで取っていた蝶の行動とは相反するわね。もしそうだとしたら、どうして各駅停車するようなものに乗せたのかしら。いずれにせよ、あの汽車の中にはさなぎはなかったし、百目鬼君たちもいなかった。そして終点がどこなのかを知っている乗客もいなかった。あのままただ乗っていても、みんなに会えるとは到底思えないわね。何にせよ今は情報が足りないわ。聞き込みをしましょう。そこ、スコープを使えたまえ。そこ大丈夫か。すみません。骨に傷がつくじゃないか。もっと丁寧に。あそこだわ。何かね。ほうほう、娘さんもそんなに変わらん年齢かね。なるほど。だとしたら見かけてはおらんな。君たちくらいの年齢の子供が歩いていたら覚えておらんわけがない。ここらにはわしらのように化石を研究採集するために来る者と、近くにある酒場にたむろする荒くれ者どもしか来んよ。ただこの辺りで飲食ができるような場所はその酒場だけだから、この近隣におるのが確かなら必ず酒場に顔を出しておるだろう。その酒場で何か情報が入るといいわね。いらっしゃい。坊や、物を聞きたきゃまず何か注文しな。それが大人のルールってもんだ。ドライマティーニを一つ。ずいぶん硬派じゃないか、姉さん。俺に奢らせてくれ。アラン、ありがとう。そちらの坊やは何にするかい？
まだあれを飲むには早いようだな。綿抜き、これお酒よ。しかも結構強いわよ。坊やはミルクでも飲んでな。じゃあレモネードでも飲みな。誰か来たようね。久しぶりだね。相変わらずしけた店じゃないさ。マスター、私にも何か酒くれよ。今度の賞金首の情報がさっぱりでね、無駄に歩き回っちまった。そりゃご苦労なこった。そうだな、アクアビットとビールを。はいよ、お待ちどうさん。人心地ついたよ。ところで、見ない顔だね、あんた。そっちの女の下働きか何かかい？なるほどね。あんたたち、よそ者みたいだけど、こいつの顔に見覚えはないかい？何が言いたい？そうね、私たちも人を探しているの。彼らの情報を持っていたら教えてもらいたいわ。行ってみな。まず
ここにいる綿貫と同じくらいの年齢の男の子と女の子、それから黒いぬいぐるみのような生き物、額に青い石がついているわ。人間の方の外見は？男の子は綿貫よりも長身で短髪、無口よ。女の子の方は髪を二つに結んでいて、可愛くて目立つわね。私に聞いたのは幸運だったね。そいつらなら知ってるよ。山で修行している奴らと一緒にいたのを見たよ。あんたたち、銀河鉄道の乗客なんだっけ？だったら次の駅、南十字で降りれば行けるよ。私もちょうどあそこにまた戻るところだったんだ。まずいわね。急ぐわよ、綿貫。ええ、こんな時に構っている余裕はないわ。逃げるわよ。綿貫に攻撃が集中してるみたいね。気をつけなさい。なんとか逃げ切らないと。綿貫、そっちは？まずいわ。あのスピードでは追いつかれてしまうわ。この死に損ないが。聞いてんだかどうか分かりゃしない。挨拶は後だ。ほら捕まりな。危ないところだったな。確か綿貫とか言ったっけ。あの骨にばっくりやられなくてよかったじゃないか。まあこっちも思惑があって助けたんだ。礼には及ばないさ。あっちだよ。案外乗り心地は悪くないわ。まあな。私たちが乗ってるのがモラ、もう一頭がセクサ。
ああ、ちなみにフルネームはモラハラとセク。ところで、思惑っていうのは？あんたの心情からすれば、何かの行動には対価が必要なんだろう。汽車の切符代とカンパネルラと合わせることで手を打ってやるよ。ずいぶん厚かましいわね。それじゃあ、私はこいつらをゆっくり飛ばせておくさ。あんたが考えを決めるまでね。いいわ。あなたの要求を飲みましょう。そうこなくっちゃな。急ぎな。綿貫、早く。このままじゃ間に合わないわ。私に任せときな。なあ、な、何を。発車を待たないとどうなるか分かってるな。宇宙海賊が出た。もうおしまいだわ。宇宙海賊じゃねえ。わかりました。早く乗車してください。あなたの切符を買ってからカンパネルラ君に紹介するわ。ああ。カンパネルラがいなくなったんです。ちょっとどういうことだよ。カンパネルラはどこに行ったんだい。この話は綿貫に任せてちょうだい。ついさっきのことです。汽車が動き始めた時、いきなりカンパネルラが席を立って。僕行かなきゃ。どこに行くの。うん、カンパネルラは生返事だけして立ち上がって車両から出て行ったんです。皆さんが歩いてきた方向へ向かったんですけど、すれ違いませんでしたか。誰も来なかったわ。